はい、それでは改めまして、NTT ドコモ、災害対策室の塩野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ドコモの災害対策について、ご説明をさせていただきます。はい、今日は大きく3点ですね。1つ目がドコモの災害への対応につきまして、2つ目が、昨今の対応事例につきまして、3つ目が、直近の新たな取り組みにつきましてという大きく、3点でご説明をされています。まず1点目のドコモの災害への対応ですけれども、こちらドコモ設立当初より災害対策3原則ということで定めてやってまいりました。1つ目がシステムとしての信頼性向上ということで、設備構造そのものを強化するという点。2つ目が重要通信の確保ということで、110番119番なども緊急通報をしっかり優先するということでネットワークをコントロールする。3つ目が通信サービスの早期復旧ということで、移動基地局舎や移動電源車等を用いた早期復旧、こういう3本柱で実施しております。で、東日本大震災からの教訓ということで、教訓を得まして、いくつかの災害対策を実施しているというところでございますが、ちょっと振り返りですが、11年前、東日本大震災では東北地方で約4900局ほど基地局が中断をしたんですけれども、1ヶ月半ほどかけましてほぼ元通りのエリアに復旧したというところでございますが、その時の中断の要因をですね、こちらグラフにしたものですが、大半が停電によるバッテリーの枯渇というところでして、それ以来その次に多かったのが伝送路、光ファイバー等のダムによる中断というところが、この2つが大半を占めていて、実際 の、 地震とか津波にある直接装置が壊れたというところは、この黄色のかなり少ない状況ということがありましたので、まあ、こちらの教訓からですね、災害対策、進めてまいりまして、はい、まず速やかに、対策をしました。例えば、大ゾーン方式基地局ですとか、バッテリーの強化、それから、低エントランス基地局等ですね、充実させましたけれども、いくつかピックアップして次のページからご説明をさせていただきます。まず大ゾーン基地局ということで、こちら全国で106箇所、整備をしております。通常ですね、通常時はこちら電波は出しておりません。災害が起こった時にだけ大きなエリアを取るということで発動するような仕組みになっておりまして、およそ半径7キロをカバーするということですが、災害発生時のみ運用するというような形になっております。で、まあ、こちらが写真ということで、東京都内では6局、それから関東甲信越では全部25局ということで、こちらの頑丈な基盤の高い鉄道局等で大ゾーン基地局を作っているというところでございます。こちら大ゾーン基地局、今までで1回だけ発動したことがあります。こちらが北海道の胆振東部地震の時に、釧路市の中心部で停電が長期化して、しまったというところから、広範囲にわたって、中断が長引いたので初めて大ゾーン基地局を運用しました。2018年の9月、約1日間ですね、運用しましたけれども、その後商用の電力が復電したので役目を終えたということで、もしもの時に備えた、基地局ではありましたけれども、まあ、今までで1回だけ発動したというふうにご認識ください。それから大ゾーンに加えて中ゾーン基地局ということで、さらに対策の方を強化してまいりました。通常基地局を基盤を強化した中ゾーン基地局というものですけれども、特徴が3つあります。1つ目が、まあ、停電対策で24時間以上のバッテリーを備える。2つ目が伝送路の二重化ということで、通常の基地局は基地局までの光ファイバーの伝送路とか1本なんですけれども、それを二重化して片方が切れても生きているというような取り組み、それからアンテナの角度を遠隔操作で変更することが可能ということで、こちら見ていただくと、先ほどの大ゾーン基地局と違うのは、通常時も小さいエリアを確保しているということです。で、通常時も運用していながら、周りの基地局がダメになってしまったときに、エリアの角度を広げて幅を広げるというような仕組みで運用しておりまして、全国で2000局以上整備をしております。
それからもう一つ、バッテリーの24時間か、それからの停電かということで、こちら重要な都道府県庁をカバーする、それから、市町村の役場等をカバーするような重要エリアの通信を確保するために、まあ、エンジンによる無停電化ですとか、バッテリーを24時間以上持たせるというような取り組みをしておりまして、全国で1900局以上、こちらも整備してございます。それから、ちょっと最近 の, 新しい例ということで、一つが船上基地局ということで、船ですね、船の上に、衛星エントランスの装置を導入して、こちらのすいませんちょっと小さいですが、のように、沖に船を出して、そこから、陸地をカバーすると。例えば土砂崩れ等で行き止まりで、そこの陸地に行けないとかいうときに有効かなというふうに考えております。こちら新ドコモグループ連携と書いてございますが、NTT コミュニケーションズの関連会社で船を持っているところ等がございますので、まあ、そういったところもしっかり活用してやっていきたいと考えております。もう一つがドローンの導入ということで、こちらいろいろな使い方ありますが、一つは、立ち入り困難地域の状況を把握するために上空から撮影をするといった使い方。でもう一つがドローン中継局ということで、こちら先日発表させていただきましたが、先月ですね、全国の主要な拠点に配備完了しましたけれども、ドローンに中継局を乗せて搭載したものを飛ばして、近隣の基地局から電波を受けてそれを発射するというような形でエリア確保する、こういったツールも準備をしております。はい、それから平時からの備えということで、自治体と、自衛隊とですね、いろいろな関係機関と日頃訓練を重ねているということでございます。はい、大きな取り組み以上で、昨今の対応事例、少しご紹介させていただきますが、まず、一昨年の、令和2年7月豪雨ということで、九州を中心とした大雨ありましたけれども、その時はですね、河川の氾濫ですとか土砂崩れによって、サービス集団が発生して、ピーク時で九州を中心に124局ということで中断がありましたけれども、まあ、立ち入り困難区域を除いて、約2週間後で、おおむね復旧ということでございました。この時の特徴がですね、少し今までと違っておりまして、要因がですね、伝送路のガンの方が多かったというのが特徴でございました。それまでの台風ですとか、あと先ほどご説明した、東日本大震災等ですと、実は停電の方が多かったんですけども、この時はかなり土砂崩れ等ですね、ひどかったので、特徴が違いまして、伝送路段が多かったということで、まあ、伝送路の復旧ですとか、伝送路タルト装置で自動迂回する、それから衛星を使った基地局を用いて予約する、そういったということで、復旧に努めてまいりました。こちらがその時の、写真となります。コロナが拡大して初めての災害ということもありまして、まあ、コロナ感染対策も講じながらしっかり復旧活動を実施したということでございます。また通信の復旧だけでなくて、我々としてですね、お客様の支援ということにも力を入れております。例えば携帯電話等の貸し出しですとか、避難所でマルチチャージャーという充電器ですとか、あとはドコモ Wi-Fi 等の設置をして、お客様支援、通信の復旧とお客様支援の両輪で活動しているということでございます。はい、ちょっと2つ目ですけれども、同じ年の秋にはですね、台風15というでかなり大きい台風が、九州の方に来た事例がございました。この時、先ほどより多い369局ということで、かなりの被害出たんですけれども、こちら次のページで述べます対応と備えがですね、功を奏したこともありまして、かなり早い段階で復旧ができたということがございます。で、その功を奏した備えというのがこちらでありまして、まあ、台風というのは事前に、予測型災害ということで予測ができるものですから、九州地方に大きなのが来そうだということで、日本の各地から応援隊をですね、先に送り込みました。実際には各拠点の支援者ですとか、人員ですとか、発電機や局舎等の機器を、台風上陸前に送り込むことによってスピーディーに解決ができた、こういった事例でございました。はい、
その時、先ほど紹介した戦場基地局とかドローン基地局も実は用意はしておったんですけれども、早く復旧が済みましたので、活躍せず、準備だけで終わったというような状況でございます。それから昨年ですね、昨年は7月の大雨ということでしたが、弊社としてはあまり大きな被害はありませんでした。ピークでも17局の被害ということで、ただ熱海、の土石流ですね、等の、ものがありましたので、まあ、こちら自衛隊等への現地救助活動への協力ということで、エリア的にはカバーされていたものの、救助活動の中で映像伝送を使いたいというようなご要望もありましたので、しっかり現地局舎等で、通信品質を充実させるというような活動も実施してまいりました。それから、最近で3月16日の福島沖地震、福島県沖地震ですね、こちらにつきましては、ご案内のとおり、震度6強の大きな地震ではございましたが、広域停電等はありましたけれども、実際、かなり非常電源、バッテリーですね、こういったところでサービスの継続ができたために、さほど大きな被害はなく、実際に翌日の3月17日の夕方には、すべてエリアの方も受けてきたということで、事の気を入れております。はい、最後に新たな取り組みということで、2点ほど紹介させていただきます。1点目がどこでも災害避難情報というサービスでございます。こちら昨年の6月にサービスを開始をしまして、まあスマートフォン等での利用できるサービスなんですが、あらかじめ、地区を登録しまして、その地区に災害避難情報、例えば避難指示とかですね、そういうのが出たら、スマートフォンの SNS にお知らせが来るというようなサービスで、例えば遠くに住まれている家族の方が心配だというときにその地点を登録しておけばそこの避難情報が自分に届くというようなサービスでございますので、さらに、この、お客様サービスに寄与するのではないかということで始めさせていただきました。それ以外にも災害で沼とかいろいろお送りしておりますけれども、こういった新しいサービスも始めたということで、ご認識いただければと思います。もう1点が、DX 推進による迅速なエリア復旧ということで、こちらですね、先ほどのような基地局が中断してくるんですけれども、そういったものを自動で検知して AI を活用して周辺の基地局のエリアをですね、角度を自動でチューニングするというような仕組みであります。こういったことで人手でやるよりもですね、自動でチューニングをすることによってフレキシブルに対応できるといいますのは、中断したエリアが、時間が経つにつれて中断が増えていったり、逆に、電力が復電して、復活したりといういろいろな刻一刻と、災害の時って状況が変わりますので、そういった時にいちいち人手でやるよりも、フレキシブルに自動でチューニングができるということで活用が期待されております。はい、長くなりました。最後に、災害対策の営みということで、平時からしっかり備えてですね、実際に災害が起こった際には、速やかに復旧活動を行って、復旧が完了した際には、しっかり振り返りをして、PDCA でブラッシュアップしていくというようなことをしっかりこれからもやっていきたいと考えております。ドコモの災害対策に関する情報をまとめております。YouTube、ドコモの公式の YouTube でもですね、動画で紹介しておりまして、つい先日、先月ですね、リニューアルをしましたので、ご確認いただければ幸いです。それから公式ホームページの方でも、災害対策の取り組みご紹介しておりますので、ご覧いただければ幸いです。はい、以上です。ありがとうございました。それでは次の応答に移ります。質問のある方は、フリーの石川です。よろしくお願いします。先週のもしかしたら停電が起きるかもしれないっていう日があったと思うんですけど、ああいったことってのは想定されているものなのかというのと、あと確かに基地局に全てバッテリーがついているかと思うんですけど、昔話を聞いた時には、まあ、大体数時間で起きてしまうみたいな話も聞いたんですけど、先週もし大規模災害が起きて数時間停電になってしまうと、やはり関東とかってバシバシとネットワークをしていくものなのか、その辺を教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。先週のいわゆる逼迫警報が出てた件だと思うんですけれども、
我々としてもその情報を聞きまして、まあ、警戒対策といいますか、しっかり延長するということをやっておりましたけれども、まあ、想定するというよりはやはり停電がいつ起こるかもしれないということで、まあ、事前に備えているという部分では、東日本大震災の時でも計画停電というのがあったと思いますけれども、そういった時のためにそういったことが起こったら、どうするかというのもそういう時が起こったらこういう体制で必ずすぐ集まりましょうみたいな連絡体制を先に引いているというような状況でありまして、先日は実際もなかったのでことなんですけれども、もし金が計画停電が発動されたらその体制を組んで例えば対応と、あとは先ほどご説明しているオペレーションセンターの方での、まあ、復旧活動、こういったところをつなげるという営みをしております。あと2つ目のご質問の、はい、まあ、数時間というところについては少しずつバッテリーの増強もしておりますけれども、特に重要な場所、役場とか申し上げたところを、まあ、増強するとともに、まあ、通常の基地局についても少しずつ増強はしておりますので、まあ、概ね数時間というレベルであれば、そのかなというふうに。ドコモユーザーは停電があったら役所の近くに行けばとりあえずつながるみたいな意味でいいんですか？結果的にそういうことになります。実際はですね、お客様をさ区別しているというわけではなくて、はい、役場の方は、災害対策本部等も立ち上がりますので、まあ、そういったところを、はい、入手しておりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。共同通信の中島と申します。大ゾーン基地局については、まあ、通常時は使わずにその災害発生時だけ使うということで、まあ、その素人的に考えるとこの、まあ、これだけ広いエリアをカバーする基地局を、まあ、普段からその使っていれば設置する基地局も少なくて済むのかなというふうに思うんですけど、まあ、そういうことをせずに普段はその、まあ、それほどエリアが広くないものを、まあ、こまめに配置をしていて、災害時に限ってこの大ゾーンを使うというのは、これはどういう考え方に基づくんでしょうか？はい、ご質問ありがとうございます。通常はですね、やはり一つの基地局のカバーできる、収容できる人数というのは限りがございますので、まあ、ありがたいことにたくさんのお客さんをお使いいただいているので、通常はなるべく小さいセルといいますか、小さいカバーでしっかりお客さんのカバーしつつ、しかもちょっとアンテナ棒が低いところからしっかりスマートフォンの近いところでエリア作りをすることによってエリア品質もしっかり保てるということでございます。ただ、有事の際は、一局で多くカバーすることで他の基地局がダメになってしまったとしても、実際のお客様はその配下にたくさんいらっしゃると思いますが、重要通信を確保したりネットワークコントロールをしながら、少しでもお客様をつなげるということに、まあ、舵を切り替えて、エリアを確保するというその両面ですね。平時は、しっかりお客様に、より良い品質を届ける観点で小さいセルでカバーする。有事は大きいゾーンで、なるべく広くネットのお客様をカバーするという、ちょっとそういう形で切り分けているというふうにご認識いただけると幸いです。はい、ありがとうございます。ということは、大ゾーン基地局が使える状態であるとは言っても、まあ、普通の時のようにみんなが電話をしたりネットをできるということではなく、まあ、ややサービスはこう限られたものであるということですか？おっしゃる通りです。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして。フリーライトの佐野と申します。2点お願いします。1点目なんですけど、まあ、これまで東日本大震災からこうもう11年経ったということで、これまでの経験の中でその災害対策をどれ、その災害から復旧というのはどれぐらいスピードアップできたのかという、なんか定性的なものがあれば教えていただければと思います。2点目なんですけど、5G に関して、まあ、現在 の設備、復旧用の設備とおそらく 4G が主体になっていると思うんですけど、5G が今後おそらく広まっていく中で、どれぐらいのタイミングでその 5G 災害復旧用 その設備を 5G にしていくっていうそのスケジュール感みたいなのを教えていただければと思います。はい、ご質問ありがとうございます。1点目のどれくらいスピードアップできたのかっていうところはちょっとなかなかお答えが難しいところではありますが、ですね、
そうですね、その実際に、先ほどの基地局舎とか移動の電源車とか の配備の数は、かなり倍増以上しましたので、そういった時に、必要なところから、まあ、東日本大震災ではかなり時間をかけて、例えば九州から取り込むとかっていうのでかき集めたところがあったので、まあ、それが近場にもたくさん用意ができるところでよって、そういうところが短縮できているのではないかというところですかね。あとはまあバッテリーの状況とかで、そういった駆けつけるまでのつなぎの時間が延ばせているという、ちょっとなかなか表現難しいですけども、そういったふうにご理解いただければと思います。で、2つ目 の 5G の方、おっしゃる通りでして、まだですね、現時点では実際に 4G のお客様も多いですし、5G の、契約のお客様はコンパチ機能で 4G に使いますので、たくさんの方を復旧させるには、4G で、復旧させるというのが大原則でございますが、いずれ、5G ならではの機能とかもございますので、現時点でちょっと明確に何年後というところまでは至っておりますが、まあ数年後の範囲では、そういった必要があるというふうに認識しております。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、佐藤です。佐藤です。先週ですかね、データワンに鉄道を売却するというのが発表されていますけれども、インフラシェアリングがこれからどんどん広がってくると思うんですけど、そんなときに、災害復旧の時に何かこう手法とかですね、他社さんとの調整とかも含めて、協力するのかどうかも含めて、変化が出たりするのかどうかというところをちょっと教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。現時点ではこれから協議をするという段階になると思いますが、そういった流れになっていることも、あとは少し前の段階からインフラシェアリングというものが、これからたくさん出てくるんだろうということも認識しておりますので、そちらについてはこれから協議していくということになりますが、実際問題やはり、タワー会社さんに、お願いする部分と出てきますので、これからしっかり議論していきたいと思います。ありがとうございました。ライダーの申し上げます。ちょっと細かいところを一つ教えてほしいんですが、中ゾーンの基地局の話の中で転送量の二重化をしますという話があったと思うんですけれども、要するに、飛行機とかを、何度も増やしましょうみたいな話で、バカ目に入るのはその細いバカ横ではないと思うんで、いろいろその設備上その引っ込む場所、例えば東側から1本引っ込んで西側からもう1本引っ込んでみたいな形のことを多重化と呼んでいるのかというのをちょっと教えていただきたいのと、あとさっきバッテリーの増強の話がありました。でこれ当然バッテリーなんで劣化もしますけれども、この辺はなんかやっぱり、ね、その、ね、何年経ったら交換するみたいな、そういうルールを設けてらっしゃるのか、それからあと もっと細かい話で申し訳ないですが、これ大ゾーンでさっき写真をダーッと見せていただいたんですけど、行った限りここのビルとこれ渋谷区は多分新宿駅の南口で、スミダックがスカイツリーなのかなみたいな感じで見えるんですが、この感じだと割と、本当に真ん中ら辺しかカバーしたい感じに見えるんですけど、あまり例えば東側とか、例えば江戸川区方面とか、嵐区方面とか、あるいは、西からの、その世田谷とか、あるいは羽田空港のある大田区とか、そういったところっていうのは、この大ゾーンではカバーできるものなんですか、それともできないものなんですか、ちょっとその辺も可能な範囲で教えていただければ。はい、ありがとうございます。1点目が中ゾーン基地局の電送路の2ルートの話ですけれども、確かに有線2ルートでするときにどっち方面とかっていうところはおっしゃるようなところあるかもしれませんが、そこにはなかなか物理的な、制限等もございますので、その、できる限りの中で対応しておりますが、
さらに別のやり方として、マイクロ伝送路というのもございますので、有線と、マイクロの無線でリルートをするというような、それができるようなところにつきましては、そういった観点も入れて、信頼性を高めているというふうにご理解ください。2点目は、バッテリーです。あ、バッテリーですね。バッテリーにつきましては、おっしゃる通り、寿命といいますか、時期が来ますと、劣化してきますので、その、交換の基準等を設けて、交換等は実施しております。で、3点目の質問はちょっとなかなか難しいんですけれども、実際に、半径7キロということで、確かに少しちょっと真ん中にあるとは思いますが、その端のところから、例えば東端から東側を狙う、西端から西を狙うということで、なるべく広くカバーするように努めているということで、はい、ご了承いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それではちょっとお時間の関係で最後のご質問にしようかなと思いますけども、いかがご質問ありがとうございますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、では、質疑応答の時間はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。